はい、関口洋次郎さんの昭和、サイズ20センチです。お願いします。まあなかなか動画では伝わらないこの白地の感じなんですけども、今回出している中でもトップクラスに白地がいい、そんな感じがします。手袋と比べていただいても、これ基本的に白、ちょっと白っぽい手袋なんですけど、圧倒的に白地分かりますよね。他の鯉と比べてもですね、もう本当に雰囲気のセクシーさがあるような、切れ込みのある、本当にセクシーさがあるような、そんな昭和ですね。魅力を感じますね。やっぱ白い鯉って綺麗ですね。あんまり綺麗という言葉今回コンテスト言っちゃいけないですけど、やっぱ肌がスカッとしてます。これはもう生まれ持った素質なんでしょうかね。夏場で色揚げを与えても黄ばまない鯉っていうのはこういう鯉なんでしょうかね。本当に白地が一つも二つも他の鯉を抜けてますからね、まあ、それだけでもですね、評価は高いのかなと思いますね。このように手を入れた時にですね、比べていただくと、白地の良さっていうのが分かってくるのかなと思いますね。セクシーですね。何がって言われたら困っちゃうんですけど、やっぱこの中、そういうものがあります。はい、よろしくお願いいたします。